バスケットボール男子の渡辺裕太が16日、都内で行われた男女日本代表の新ユニフォーム発表会見に登壇した。渡辺は今季、NBA グリズリーズで日本人最長6期目を終え、来期からは日本の B リーグでプレーすることを表明。だが、現時点ではまだ形式上、所属はグリズリーズとなっている。6月に予定されている強豪オーストラリアとの強化試合、22、 23日、北海北エールについては、身はまだ北海道の試合に出れるかどうか、ちょっと NBA の規定上のことで、大人の事情に巻き込まれてまして、と苦笑いしつつ、出れるかわからないが、個人的には出たいと思ってる。バスケがしたくてうずうずしている、と語った。NBA には、選手の代表活動は28日以内というルールがあり、 6月下旬の時点では、このルールに引っかかる可能性がある。本番のパリ五輪までは3ヶ月を切った。世界ランク26位の日本は1次リーグで、23年 W 杯優勝国のドイツ、開催国で21年東京五輪銀メダルのフランス、最終予選の勝ち上がり国と対戦する。ドイツとフランスにはたくさんの NBA 選手がいる。そこをなんとか突破して、 もし米国と対戦することができたら KD、ケビン・デュラント・サンズとマッチアップが楽しみ、と渡辺。目標の8強入りを果たし、かつての同じチームで切磋琢磨、切磋琢磨した仲間と五輪での夢の対決を見据えた。